続いては編みぐるみヨッシーが活躍するヨッシーウールワールドの続報です。本作には緑ヨッシー以外に色違いのヨッシーたちだけではなく、今までにない様々な柄のヨッシーたちが登場します。例えばカラフルな柄のレインボーヨッシー、雪の世界のウィンターヨッシー、牛の模様のモーモーヨッシー、パックンフラワーのようなパックンヨッシー。ちなみにこのヨッシーは何の柄か分かりますか？そうです、ファミコンヨッシーです。見た目にも楽しいヨッシーたちが全部で50種類以上登場し、好きな柄のヨッシーを使うことができます。でもこれらのヨッシーは最初から使えるわけではありません。実はこのヨッシーたち、カメックの魔法でバラバラの毛糸にされてしまったのです。ヨッシーたちを助けるためには、このバラバラになった毛糸を見つけ出さなければいけません。コースの中に隠された5つの毛糸を全て集めると、ヨッシーの姿が元に戻り、助けたヨッシーでプレイできるようになります。といっても、全てのコースで全ての毛糸を見つけるには、それなりのゲームの腕前が必要です。そんな時にはパワーバッジの不思議な力を借りるのがおすすめです。パワーバッジを使うと特別な能力を一つ身につけることができます。例えばヒップドロップを強力にしたり、毛糸玉を大きくして威力を上げたりなど、ヨッシー自身がパワーアップするものや、ヨッシーシリーズではおなじみのキャラクターポチといつでも冒険できたり、隠されたアイテムが見えるようになったりするパワーバッジもあります。これらのバッジを使うとより快適に探索することができるのですが、パワーバッジを使うにはビーズが必要になります。ビーズを集めてパワーバッジを活用し、仲間のヨッシーたちを一匹でも多く助け出してあげてください。もう一つお知らせがあります。ご覧いただいたようにマリオのアミーボをタッチするとマリオの柄に、リンクのアミーボをタッチするとリンクの柄に変身してプレイすることができます。アミーボをお持ちの方はどんな柄のヨッシーに変身するか、ぜひお試しください。ヨッシーウールワールドは7月16日発売予定です。ソフトと編みぐるみヨッシー緑がセットになったヨッシーウールワールドアミーボセットと、アミーボ、編みぐるみヨッシー、緑、ピンク、水色の単品も同時発売予定です。